鈴木区江田東の新行寺さんにやってきました。とても紫陽花が綺麗なお寺さんです。手水舎には綺麗な紫陽花が添えられています。この季節だけしか見れない手水舎です。また本堂の左側の玄関口にも綺麗な紫陽花が置かれています。水槽に入った紫陽花です。本堂側にも置かれています。新行寺さんといえば水琴窟が有名です。本堂への階段の右下に水琴窟はございます。綺麗な音が奏でられます。水琴窟にも紫陽花が置かれています。ぜひ紫陽花のきれいな新行寺さんにお越しいただきたいと思います。